この壁画なんだけどね、昔テミーとドラゴンが戦った時の待ち合い場所を間違えた時の何と何が戦ったってテミーとドラゴンはこうそっぽ向いてるんだよな、そう、みんなお互いが違う場所で待ってるからさ、はい、遠近法ってことですか。そうです、テミーはだいぶ手前やってみましょう。さあ行きましょう。ちょっとここと次のフロアぐらいで残りのを倒さなきゃいけないよね。そうですね、うん、あ、デカカビがもう出ましたね。デカカビかい、一撃ビシリきっちり、デカガビよろしく。古本に生まれたこの命、シャキッと咲かせて見せましょう。ピューン。あ、こっちで合ってるっけ。合ってると思う。こうだよね、右大きく回るみたいなね、うんうん、確かそのような道すがらでやったと。いよいよコンパートはあれですか、決戦ですか。ではということになりますね。そうだよね、はい。なんだなんだなんだ、ナイスカヒ、なんだなんだ、びっくりした。どうなってんだ、当たり判定。ああ当たりに行った。しまった、スライムっぽい音。わわわわ、スライムの音。カット候補だっつうの。そうよ、ラブが上がったわ、上がったわ。よし、はい、あいよ、愛に気づいてほしいわ。僕が抱きしめてあげるから。メロディー、ペペペペペペ、いいか、あ、あ、来ましたね。じゃあ行きましょうか、先、はい、行きましょう。エンカウント率高っ、誰も来なくなる途端ですね、うん、あ、でもここいつもにエンカウント困んなかったですね。そうですね、ね、あのスノーフルの前とか結構困ったけど、うん、割となんかもうまっすぐ向かってもギリギリ到達したんじゃないかっていう、ね、今ねテミー村行きましたけど、うん、もうそこですね。セーブポイントあったっけ。戦う直前にあるかないかですけど、まあ行ってみるか。お、くらっ、後ろだ。これ花が行ってるんじゃなくてアンダインが行ってるのかもね。七つ、うん、七つの人間の魂。何言ってるんですか。それさえ手に入れば我らが王は、アズゴアドリーマー王は、赤と黄色、神となる。ゴッド。それさえ手に入れば、アズゴア王はついにバリアを破ることができる。赤。人間どもの手から地上の世界を奪還し、奪還。我らが味わった苦しみをお前たちにそのまっくりそのまま返してやるのだ。うん。もう。良いか人間、これは貴様にとって最初の最後、償いのチャンス。己の魂を差し出せ、さもなくば私がこの手で貴様の体を引きずり出してやる。憎しみ多め。うわあ、逃げろ、逃げて。おお、アンダイン、俺も一緒に戦うで。お、お、すっげえ、アンダーに会えたじゃん、すっげえ。しかも戦うところでこんな近く、戦うところこんな近くで見られるぜ。すげえ、すげえ、すげえ、すっげえ。あれ、アンダーに誰と戦うの。えっ、あ、痛い。あ、ちょっと待って、お母ちゃんみたいなことしないで。あー、このことを父ちゃんと母ちゃんには言いつけないよね。いや、一命を取り留めたぜ。急いで引き離す理由がわかりますよね、うん、このルートじゃ。ここからね、うん、危ない、惨劇を。そうしないと何も言わない、そらく何も言わないんでしょ、これも、はい、お、決意があった。俺の決意、うん、決意の音。もう台無しだよな。 あ、フォーンに新しい機能もつかないってことか。あ、そうなるんじゃないですか。アルフィー君のところまで行っても仕方ねえ、はい、おーい、待てよーい。どうするんだろう。あのさ、アンダイにお前とは関わるなって言われた、言われ、お前はたくさんの人を傷つけたって。変わってますね。僕、
そんなの嘘だよな。なあ、マグ、どうしたんだよ。あら、なんで答えねえの。後ろ向くぐらいの気持ちは。後ろめたさはあるのか。え、な、なに、なんでそんな顔してんだよ。え、ひえ、マジかよ。やっべえ、心臓バクバクいってる。アンダインだったらどうするかな。モーグ、おい、これ以上はやらせねえぞ。おい、やめろって。みんなに乱暴するやつは俺が許さねえ。おい、よせよ。俺が相手だ。やめろよ。お前なんか邪魔だ。そらそうだよ。キックしてた。あんだい、あんだい、ひどい怪我。こんなものかすり傷だ。いいか、今度から逃げろと言われたらすぐに逃げるんだぞ。アンダイ、俺、ここは私が食い止める。早く行け。ひ、ごめんね、アンダイ。子供の手前、ハーフ言ったものの、どうやら今の一撃で私はもうダメらしい。パピルス、アルフィ、アズゴは、すまない。どうか許してくれ。勝ったか。モク、なんか食べました？いや、まだだ。この体は今にも粉々に砕け散りそうだが、それでもまだこの魂の奥になぜか力が燃えたぎっている。それ決意って言います。私はまだ死ぬわけにはいかない。これはもはやモンスターだけの問題ではない。そうだな、私がここで食い止めなければ貴様は全てを破壊するつもりだ。モンスターも人間も見境なく、夢も希望もあるんだよ。握りつぶす。だがこの私がさせはしない。今世界中の全ての魂の鼓動が一つになっている。我々の目的はただ一つ、貴様を倒すことだ。人間よ、いや、貴様の正体が何であろうと、世界を救うため私が必ず貴様を打ち倒す。やはりこっちが悪だったか。ずっとそうですよ。おお、なんか随分弱な感じに。さあ、貴様の本気を見せてみろ。勇者が現れた。あ、俺のハートが緑です。おー、不死身のアンダイン。さっさと読みやぞ。おお、俺もそこそこ強い攻撃してんだけどな。早い。黒い風が鳴いている。ああ、いいぞ。素直に応援できないぞ。しかしショーン、いい感じだぞ。手がつるす、つるそう。誤てば全部食らいそう。うわ、赤だ。動けるようになった。パターンが変わる。まだ大丈夫だろう。なんだこれ、もよくやつ。そうかもね。あ、いいですね。かもね、かもね。でも一発食らってますね。ああ右来ないやんけ。ショーンの話します。なんで、なんでまだ来るとかせ。なんでまだ来る。なんでも今見えてる、見えてる。やりますよ。うそ、うそだ。下だ、上だ、上だ、下、下。最悪だ、最悪だ。攻撃するチャンスがないですね。おわー、もう一回回復だ。回復が追いつかない。
本当に追いつかないよ。反対だ。ああ全然追いつかねえ。うん、宇宙食。お、新しい。おお。もうないよ。モンスターメン食べよう。くそー！モンスターメン味しか使えない。これはきついな。もう 3,4 ターン攻撃するんですよ。そうだね、攻撃しよう。めちゃくちゃだよ。ゲームオーバー初めてですよ。そうだね、諦めてはいけない。では決意を力に変えるんだ。これは言ってくれるんだ。君の野望を達成するんだと言ってくれてます。アイテム入れ替えますか。入れ替えてこよう。回復量が高いやつじゃないとどうにもならん。本で呼び出しできないんですか。あ、できないですよ。まだアルフィーにも当てないしね。そうか、あ、できないのか。テミー村に行かないとですね。それはちょっとあれだな。俺が強くなればいい話なんだよな。モンスターもういないから。うん、レベル上げようもない、うん、ちょっとまあもう一回やってみましょう。そうですね。てかこういうのは覚えゲーですから。ない、まだ1回目ですからね。おい待てよ、カットするかい。はい。あ、カットされてんじゃん。されてますね。いいかもだ、モグ。うん、カットです。だいぶ短い2回戦。3回戦ダメだ、下から来とるやろ。混ぜてこないで。違うんだ。いや、マジか。ちくしょう。よしよしよし、今から左端に寄せられてしまう。なんでだ、下。あー、今のはどうすれば。ここがまだ慣れてないですからね。右右下。左右上上。亀のじいさんのところに無敵時間延長買いますか。あ、それの方がいいのかな。2発食らうならその方がいいと思います。そうか、ただ防御力が下がると、はい、一発当たりは強くなります。ちょっと買いに行ってみよう。ノートがいいかは分かんないって感じ。破れたノートは、あ、どうしよう。敵時間延長、あ、両方延長なんだ。敵時間延長になるけど、また下がっちゃうね。え、全然どうなんでしょう。待てよーい。なっちゃうかな。もっとメガネをつけております。敵時間延長のどのように行くのかな、ね、1秒でもいいから延長しよう。連発で食らわなくなる、うん、あ、しまった。なんか良くないよな、電子。いいダメージが上がってますね。上がってくるよ。2回くらいよりはもちろんいいよ。そうです。ああ、十字キーをした今俺。
おお、いいですね。通り抜けたら2回当たんなくなった。効果的に抑えられてるな。2発は食らわなくなってますね。確かに抑えられてる。これ雪、あ、雪ね。あ、うまった。喋るか。立ってみましょう。すごっ。回復しますね。あ、あ、そうか、あ、そうか。いや、これいけるのでは。なるほどね。いや、ちょっと待ってください。こうあれじゃないですか、一回死んでアイテムを使わないパターンで節約したいですよね、できれば、はい、なんだこんな呪い攻撃。はい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 、パターン一周したいか。へい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 、あっち次はできちゃいますよ。わあこれに行く前になんかいけそうな感じしましたね、はい、あ、これ行く前にやったら、いや、やはりダメージは上がっても無敵時間延長の力はすごいぞ。ハリュー、あ、ルアー、雪だるさん1個、雪だるさん1個を目標に行けばいいんじゃないですか。そういうことだよね、はい、雪だるまでも本当にできれば使いたくないな、まあ、まあ、できればあんないいアイテムないですよ。食べましょうか。そうしましょう。パクリ、むしゃー。世界の端まで。おお、あ、うわ、ノーダメージだ。ここでノーダメージはでかいぞ。よし。あと3か4。食べたくないな。次どんな攻撃だっけ。さっき防いでました。次も防げると思います。お、ミリだな。これは来たか。最後の一撃なるか。
なったー、やったー。1時間30分といったところでしょうか。くそー、この力をもってしてもまだ叶わないというのか。わあ。いいか、笑っても、私は絶対に希望を捨てはしない。私には仲間がいるんだ。アルフィーはこの戦いを見守ってくれると言っていた。最悪の事態が起きた時は皆を避難させる手はずになっている。今頃はアズゴア王に6つの魂を取り込むよう指示していることだろう。その魂の力でこの世界は生き続けるのだ。水に帰っていった。強敵でしたね。強かった。さあ真っ先に西部へと走りましょう。あ、ない。ほら、よし、ちょっと進みますか。行きましょう。手強かった。今までで一番だ。急にでしたね。あ、ここで。いつも本当はここで戦うんだよね。そうですね。決意。それでは今回は以上。以上でございます。この今の時間153分とか見たらね、どれだけ苦戦したかとか、もろ分かりするっていう。そうだね。いや、アイテム、雪だるまとメガネかけた途端ではありましたね。うん、そうだね。はい、雪だるまは HP50 くらい回復するんですか。 40、50 回復してましたね。すごいですね。1個使ってちょっともったいない気もしますけど、まあ、しょうがないと、まあ、1つ使ったということで、ね、あと2つあると思えば、はい、うん、よし。もうなんかその辺の会話、血も涙も我々なくなってきてますね。余裕がなくて、ししね、よし、じゃあ行きましょうみたいな。いやー、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また。